こんにちは。見やすいドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。今日はですね、お客様って言っても、今ギナーンをご注文中のお客様から、セリタの精度ってどんなんですかみたいな、こうご質問いただいたんです。で、セリタの例えばクロノグラフの SW500 の精度はどんなですかっていうご質問いただいたんですけども、例えばセリタ SW500 とか、例えば三振の SW200 とか、まあ、いろんな種類があるんですけども、この例えば SW500 というクロノグラフの機械についてとか、まあ、200という三振の機械についてなんですけども、品番だけで、例えばその時計メーカーさんがセリタという機械メーカーさんにオーダーするんではなくて、セリタであろうがエタという機械であろうが、そのグレードがすごいたくさんあるんですね。でこのグレードはその機械メーカーさんである程度、まあ変な話、まあ、上中下じゃないですけども、まあ、ある程度は簡単にあるんですけども、その中でまたさらにいろんなメーカーさんが、ここはこういうふうにしてねとか、こういうふうに作ってねっていう、ちょっと細かいオーダーをして発注するんですよ、機械会社さんに。だから例えばある程度、まあ、高いメーカーさんとかというのは、例えば同じ SW500 を使っていても、ちょっとグレードの高いものを使っていて、さらに自分の会社に来てから調整を重ねて、さらに精度を上げてくるんですね。ですので、品番だけで一概にはなかなか言えなくて、その会社がその機械にどれだけ、時間をこう費やしているか、調整に費やしているか、まあ変な話、人と時間を費やせば高くなっちゃうんですよ。でメーカーさんで作った状態というかに近い状態でこう入れれば、まあ比較的当然安いわけですよ。それをグレードの高いものをさらにチューンアップして、まあ、チューニングして機械に、時計の中に入れると、当然精度は高いですけども値段が高くなっちゃうんですね。ですので例えばその高精度な照明のクロノメーターというのがあるんですけども、もちろんその SW500 とか、セリタの SW500 とか、エタ社のバルジュ7750ですね、今エタ7750とか言われたりするんですけども、そういったものはチューニングすればもちろんクロノメーター通るんですよ。けど多くの会社がわざわざそこまで、チューニングして、その検定期間まで出してっていう、その時間的なロスですね、これがすごくコストに響いてくるので、多くの会社がそのクロノメーターまではやってないんですよ。ただクロノメーターに近いところまでぐらいは、我々が知っているような有名メーカーさんはみんなチューニングしているんで、はっきり言って安心して買ってもらって大丈夫です。もともと機械式時計というのは、まあ、大雑把に言えば1日5秒や10秒狂うのが、まあ、普通なんですよ。ですんで例えばクロノメーターだってマイナス4秒からプラス5秒か6秒ぐらいの、要は幅が10秒ぐらいあるんですね。ってことは大雑把に言えば1週間で、まあ、1分ぐらいずれてもおかしくないんですよ、クロノメーターという高精度な照明の時計でさえ。ということを考えると、もう最初から、1週間で1分ぐらいだったら、1ヶ月4週間ちょっとだったら、まあ、4、5分ずれてもおかしくない時計なんです、もともと。ですのでそんなに、まあ、シビアに考えないで使っていただければなと思います。ちなみにじゃあギナーンはどのぐらいなのかっていうと、ギナーンのおおよそ、まあ、僕らもリクエストしてるんですけども、遅れるのは遅らないでくださいと。日本人は遅れる時嫌いですから、遅れるのは出さないでね。で、進むっていうのは20秒以上進むとさすがに日本人は嫌だというので、まあまあ正直な話、5秒から10秒ぐらい進むのが一番ありがたいって言って僕はオーダーしてるんですね。ですのでだいたい来た時計というのが、おおよそですけど、その、1日あたり、まあ、5秒から10秒ぐらい進むものが多いです。ということで南雲時計店で扱ってるギナーンとか、まあ、いろんなメーカーさんあるんですけども、おおよそ、あくまでもおおよそですけど、そのぐらいの感じで届いているものが多いです。ただ唯一手巻き時計はもうちょっと幅が広いです。本当プラマイ0ぐらいからプラマイ20秒、プラス1日あたり20秒ぐらい進むのも結構いたりするんで、この辺は、まあ、個体差だと
思っていただければありがたいです。ということで、今日は制度のお話をさせていただきました。まあ、簡単に言うと1日あたり、まあ、5秒10秒ぐらい来るのが多いですよという感じです。よろしくお願いします。